こんにちは、りょうたです。こんにちは、てりです。何この髪の毛、猫の耳です。すごい髪の毛で作ったね。そうです。はい、今日はですね、ショッピングモールじゃなくて今日はですね、自然が圧倒的に妻が不足しているということで、湖の近くまで行きたいと思います。嬉しいです。見ていきましょう。風だけな、はい、強くなければいいけど。そうです。はい、行きましょう。行きましょう。多分お腹の子供も言ってると思うんで、ママ自然も見たいよって。多分ね、今覚えてるだから楽しみだ。楽しみです。ということで、ピクニックに行きたいと思います。はい、タクシーが来ました。トビリシは毎日すごい渋滞です。明らかにオーバーキャパシティです。はい、リシレイクに着きました。結構いいですね、都会から、本当に20分ぐらいかな、車で来るだけで。こんな感じの自然があります。あの、前に来た時と湖の形が変わってる？変わってる。めちゃ今はもっと小さいです。少ない水、前はすごくでかくてここまでだった、うん、そして私はここから水にジャンプもしたと、こんな感じで、うん、そして今はちょっと汚いになったけど、前は泳ぐも大丈夫だった、そしていっぱい人が泳ぎました、うん、ここ今多分泳いだと思う。そう、ないですね、うん、なんでそんな少ないになった、本当にわからない。これはなんかコーヒーの移動販売みたいだけど、価格は書いてません。多分これは魚釣り禁止のマークなんですけど、多分じゃない。みんな気にしてないですね。どう、久々の自然は。まあすごいな、本当に。I feel... そしてこのレイクは結構静かだから、うん、めっちゃ気持ちいいです、歩いて、うん、人もほとんどおらへんな、うん、まあちょっと子供が重いけどゆっくりで歩いたら大丈夫です、うん、ゆっくり一周できたら一周しよう、うん、こんな感じで、あのウクライナの国旗とね、こっちの奥の方に行くとジョージアの国旗と、こういう交互に旗がありますね。光もいい感じで差してきて綺麗になりましたね。これはね、なんかナウシカのラストシーンのモデルになったとかなってないとか僕の中で言われています。結構まだ若そうな木ですね、これは。まだまだ成長するでしょう。はい、妻はちょっと疲れたので休みます。半周ぐらいしてきたかな今。これはね、あのブリティッシュインターナショナルスクール。はい、ちょっと歩き疲れたので休みたいと思います。まあ、ピクニックということで、あれを持ってきましたよ、定番のやつを。すごい、食べたいです。まあちょっとね、あのありきたりじゃありきたりですけど、ピクニックといえばね、あれですよね、皆さん。いやー、チャパン。じゃあフライドライスですよね、やっぱり。これを食べていきましょう。めっちゃいい匂いです。すごい子供が動けるな。喜んでるか。美味しいか。めっちゃ美味しいよ。うん、まだなんかちょっと暖かいな。まだ暖かい、うん、このスカーフも暖かかった。うん。やっぱピクニックはフライドライスやな。うん、めっちゃ美味しい。うん、うわ、すごい覚えてる。嬉しいか。うん、多分いい。ご飯が来た。うん。まあたまにはいいやろ、ショッピングモールじゃなくて。うん、姉ちゃんも子供が生まれる前はね、僕ら結構山に行ったりとか、うん、まあ前のビデオでもちょっと話したんですけど、前住んでたところから山がめっちゃ近かったんで、うん、しょっちゅう行ってたんですけど、うん、まあ、もちろん妻が妊娠してからはできないんで。すごい気持ちだった、いつも。トップにいたときとあそこで座ってライスボールが食べて、そしてラーメンが食べて、すごい。そうそう、火を起こして調理するときもあれば、まあ、カップヌードルとかな、お湯だけ持ってって、うん、おにぎりとそれを食べたりするときもあったり。あのカップヌードルも美味しかった。でも山の
行った時は何でも食べて本当に美味しい。うん、今も美味しいね、やっぱりな。うん、白菜の炒め方がもう完璧やったな。白菜の入れるタイミングがめっちゃスティル白菜がシャキシャキしてるやん。うわ、びっくりした。はい。今犬が来ました。親方の味噌ラーメンが食べたいな、けどどこいたんだろう。親方っていう味の素が出してるインスタントラーメンがコンビニで売ってたんですけど、最近なくなっちゃった。そう、あの味噌ラーメンが一番大好きだった。魚釣り禁止って書いてるあの看板の前で魚釣りをしてるっていう。そう、ジョージア語だけで言ってますけど、写真でもわかる。あのサインはノーフィッシングのサインです。うん、ちょっと珍しく味が濃かったな。うん、ちょっとストロングテイストだった。でもすごい美味しいよ、本当。まあ、外で食べるから今ちょうどいいけど、うん、多分家やったらちょっと塩辛いぐらい。終わりました。ごちそうさま。バブルの歌どんなんやっけ。猫みたい、私たちは。チャーハン、おいしい。おいしいです。行きましょうか。そろそろ。すごい。フィニッシュ。やったー。すごいでかい音だった。昨日のビアチーティング。はい、カフェエリアに来ました。今僕らは、アイスクリームを探しています。どれにしよっかな。なんか中に何が入ってるかいろいろある。前に食べたところ、美味しそう。こうやって巻いて伸ばしてなんか塗ってバターかな、バターかな。そしてフィリダーのベーサーチャーチューブ。この上のソフトクリームはもちろん冷たくて、でもめっちゃクリーミー。ここはめっちゃ熱いんですよ、うん、ホット&アイス。ルー食べたらトイレに行って帰りましょう。かわいそう。 Now you have a friend。 早っ。だいぶ日が暮れてきましたね。なんかこの山の稜線がめっちゃ綺麗ですよね。木があんまりないからめっちゃクリアに見える。なんか Google マップには1ラリとか50テトリって書いてあったけど、どうだった？50テトリだった。でもトイレットペーパーはない。ない。そして汚い。めっちゃ汚い。このトイレがな、50円やったら日本のトイレいくら払わなあかんねんな、うん、日本のトイレ You have to pay like $10,000。 Yeah, because it's very comfortable there. どうもでしょうか。さあ、暗くなってきたし帰りましょう。トビリシの街が一望できますね。はい、家に帰ってきました。楽しかったか？めっちゃ楽しかった。たまには自然もいいな。うん、めっちゃいいです。まだ行きましょうね。はい。面白い顔めっちゃ面白いよ。何やってるこれ。ご遠藤がプレイします。今日は残念ながら水が止まっています。昨日の夜11時から今日の昼の3時まで断水です。日本ではね、水が止まることってほぼないと思うんですけど、お金払ってなくても一番止まらないのは水だって言われてますけど、こっちは水がすぐ止まりますね、本当に。インフラが弱すぎる。昨日はジョージアの野菜でポトフを作ってみました。結構ね、野菜を大きめにゴロゴロ入れたんですけど、これがまたジョージアの野菜が美味しいから、めちゃくちゃ素材の旨味が出てて美味しいんですよね。人参とかもね、まあ、今日2日目なんでだいぶちっちゃくなっちゃってますけど、もっとでっかく切ってたんですけど、でかいもある。ここで、はい、入れた。何だかこれ。うん、人参めっちゃ甘い。めっちゃ美味しいですね。うん。2日目の方がこういうスープ系は美味しいですね。入れたのは人参とポテトとキャベツと、
あとマッシュルームちょっとだけ入れた。あとオニオンか。人参はすごく柔らかいになったな。うん。はい、今私たちはどこにいるでしょう。もう分かりますね、この背景で。お前たちここにどれだけ来てんだよって話。なんか何かしら1週間に1、2回は来てるな。そう、でもめっちゃ気持ちいい。すごい。今日はビデオ撮る予定じゃなかったんですけども、なんか妻が新しい料理を頼んで紹介したいみたいなんで今ちょっとビデオ撮ってます。はい、はい、これは皆さん、コンサーはチーズと一緒です。すごくなんかこれはチーズはすごいな。今はちょっと、うん、美味しそう。めっちゃもちもち。そう、今ちょっとここから涼しいな、エアが来る。だから冷たいになったらもうそんな感じになりません。うん、先に食べて。じゃあそんなに大量に食べんねや。もうちょっとちっちゃく食べんのかと思ったら。美味しい。すごいいっぱいチーズが入ってる。なんていう名前？エナジーです。じゃあ僕も食べてみましょう。わあ、ビール終わったけどちょっと冷たい。ちょっと冷たいになったもん。だからすごいですね。なんか日本で似てる味はない。ないない、もちろん。でもめっちゃ優しい味です。そう、あの強くもない、優しすぎるもないな味。うん、おいしい。ほのかに塩味って感じ。